皆さんこんにちは。本日の DKTV、 なんとアメ車です。さあ、それではショップの社長を呼び込みたいと思います。こんにちは。アメ車紹介しろっていうの割と来るんですよ、うち。ええ、で、なんか面白い車ないかなと思ったら、はい、ダッチ800馬力そんなのあるの日本に。ね、はい、はあ、ということで、どんなショップなんですか？千葉県市原市、はい、この辺にあるんですけど、アメ車専門店でやってます。はい、どんな球がよく流れるんですか？うん、やっぱりタッチ多いですよね。タッチ、はい、が売れます。あ、そう。特にワイドフェンダーが。あー、はい、そっか。800馬力なんてなかなかないでしょ。そうですね、アメリカでもあんまりないです。ないですよね、はい。どこにあったんですかこれ？たまたま1台、はい、アメリカで。あ、アメリカにあった、はい、アメリカから引っ張ってきた。そうですね、はい、はあ、オーナー変わった人でした変わってるよね、今日お見えになってます、ね、普通のダッチに乗ればいいじゃんね、はい、なんで800馬力なのね。ではオーナー、はい、どうぞ。お世話になります。どうぞ、ね、社長。ノーマルのダッチじゃ嫌なのですね。ちょっとやっぱり土屋さんの信者ですからどうしてもこういう車に。ああ、なるほどね。あの、やっぱノーマルは嫌なんだね僕なんかもやっぱりノーマルよりもじゃあやっぱこうちょっとずつちょっとずついじってくるのが好きなんで、はい、あ、でこれいくらぐらいしたんですか高いでしょ、はい、ちょっと行きましたね、はい、ね、で今回最近レートが上がってるんでものすごいまた跳ね上がっちゃいました入れたばっかり。え、もう1年ですかね。あの、でも入ってくるまで半年待ちました、はい、あ、そう。あ、コロナで、はい、そうだよね。はあ、よく見つけましたね、アメリカで。そうですよね。なかなかないですよ。なかなかないですね、アメリカでも、はい、本当運が良かったですよね。もう一台一緒にオーダーしてるんですけど、それがまだ入ってもらえます、うん、で、それ、これもう一台、はあ、どうするの、そんなあの信者がいます。いるの信者がいます。え、こういう人がいるの、はい、はあ、800馬力、はい、やっぱり V8 ですよね。いや、それはどうでしょう、はい、ね、やっぱアメリカンマッスルって言ったら V8 でしょ。そうですね、はい、ヨーロピアンスポーツ大好きなんで、はい、あの昔の僕の世代 の、はい、あの F1 が70年代がフォードコスワースなんで、うん、あの3リッター V8、うん、はいはいはい、で好きなんですよ。あ、なるほどね。ちょっとエンジン見せてください、はい、あ、すいません。やっぱアメ車といえば V8 でしょう、はい、よくあったね。ね、アメリカでも少ないんでしょ。そうですね、はい、希少車なんです。そうですよね、はい、おお、でけー。で、スーパージャージャーですね。あ、スーチャー、はい、はあ、このスーパージャージャーのドームが特別大きいんですよね、うんうん、あ、そう。普通のが 2.4 で、これ 2.7 リットル、うん、2.7、 はい、スーパージャードームが、はい、へー、すげえ。だって NA の V8 でもパワーあるもんね、うん、そうですよね、はい、はあ、800馬力一応ドライの路面で100キロの高速道路でアクセルバッて踏むと100キロでもホイールスピンギャーッとして押し入れます。危ないじゃんあの120キロの高速道路で100キロで踏んでみたらえっ、なるの？なります。ほら、危ないよね。800馬力は危ないよね。何がいいんですか？それがいいですね。あ、それがいいですそう、やっぱこう男はね、危険な香りが好きなんだろうね、はい、ぜひゆっくり乗ってても V8 の音なんで、うん、ただあのマスタングなんかの V8 のドロドロ感よりもちょっとおとなしくなっちゃってますね、音が。スーチャーがついてるからやっぱり、うん、ね、そうです、音は静かになるよね、はいはい、ぜひ今日は土屋さんに乗っていただきたくて、はい、800馬力のダッチもう夢でしたあ、そう。もうこの車を手に入れた時からできれば土屋さんに乗ってもらいたい、はい、だからもう本当にずっとおとなしく、タイヤをおとなしくもう乗らないで静かに乗ってます。でも、あ、そう、はい、はすげえな、かっこいいわ。社員、はい、社員です、新クラス。あ、でもう一人、あの土屋さんの大ファンで、ね、矢沢です。
あ、そうなんですか。はい、2人とも社員。はい。すみません。僕たちの世代は全員大ファンですよ。あ、そう。僕いっぱいプライベートでいらっしゃるところを伺わせてもらって、はい、オートバイのレースやってたんですよ。あ、そう、ええ、あ、だからその辺ちょっと共通点で、で高田さんがちょっと耐久レース草レースですけど、うん、でっていう時は宍倉さんがメンテナンスしてくれて乗らせていただいたりしたんですけど、はい、バイク怖いよね。転ぶと痛い。そうですよね。ね、はい、車がいいですよ。車がいいですよ。あ、ということで、はい、じゃあ今日これを乗らせていただく、いただけるんですよね。よろしくお願いします。ダッチの800馬力、はい、乗させていただきます。どうぞ。さあ、それではダッチ行ってみたいと思います。弾数の少ない800馬力。久々だね、800馬力なんて。すごいね、しかしね、2トン800馬力。いい音するね、アメリカン V8 は。これね、ここは大丈夫だ。直線で重いぞ。でもコーナー気持ちいいよ。なかなかね、変な汗かいた。
危険を楽しむ車もうさ、はい、こうドリフト始めるでしょ、途中からもう電子線が入って吹けなくなる。ああそうですか、うん、あいい感じだなってアクセル入れていくと、もうすぐアクセル吹けなくなる。 あそこでちょうどやってくれましたよね。そうそうそう、あれやめたんじゃなくて吹けなくなっちゃうんですか、うん、なっちゃう、もうエンジン制御が入っちゃうんだろうね、だからセーフティーが入るんだと思う。あでも、まあ、チャレンジされてくださってると思って一応やっぱりね、アメ車の FR だからなんかやらないとカッコつかないじゃないやったはいいんだけど、まあ、どこでもうーってはなるんだけど、そうするとうーって吹けなくなる。それで半分までで終わっちゃう。そうそうそう、あとは危ないからやめなさい。マニュアルで、マニュアルで、そしたらリミッター変えたの、あっていうアメリカのベンなんですけど。了解、すいません、パドルでね、はい、了解了解。ただマニュアルにしてもあのブレーキングしていくと勝手にシフトがあしてくるんだ。それがなんか日本車と違って、うんうん、あの3速4速でコーナー入っても2速にコーナー落ちてきた。押してっちゃう、押してっちゃう。すげえ、めっちゃすげえトルク、やばいよこのトルク、本当に。やっぱ電子制御は入るね、マニュアルにしててもね。ブレーキがやばいってのを、こういう先に行けよ。バカにしてやがるあいつ。やろう。行け。
をバカにしてやがる完全に。ブレーキ冷やして帰ろう。いやーすげえ、なかなかすげえぞ、ダッチチャレンジャーレッドアイ、こりゃすげえ。ああ、化け物だよ化け物。このもうビッグトルクでもうほんとごちそうさまです。満腹、ほんとに満腹、素晴らしく満腹。面白いわ、本当面白い。まあ、電子制御は完全にオフにはなんないんだけど、本当面白い。なかなか面白い。リミッター、大丈夫でした、リミッター。いや、この前よりは介入はしてないんだけど、ええ、やっぱね、最後アクセル踏んでもうーっと、トラコの方が効いちゃうんですかね、うん、ドリフトはしてんの、はい、ドリフトはしてるんだけど、ええ、うーっていうドリフト、あー、うわーっていうドリフトではない。だけど、前はもう全部介入してたからさ、はいはい、もう今日のはもう入り口からもうずーっと流せる、気持ちよくなる出口までね。ありがとうございます。いや面白いわ。いやこれが車だよね。やっぱこう車って人間が操るから面白いんだよね。電子制御満載の車ってやっぱ車に乗せられてる感じじゃん、はいはい、いややっぱアメ車は違うね。 FR 良かったです、うん、いやなんか本当にこの前はさ、はい、その危険を楽しむ車、はいはい、危険を楽しむっていうかね、その辺のその電車、満員電車の中で汗かいてる汗とは違う、はいはい、アドレナリンを含んだ汗がかけるでも暴れまくるからさ、はいはい、トルクがすごいじゃない、はいはい、もうシフトアップのたんびこうケツが出るから、はいはいはい、だからそういうなんつうの、あ、車ってこうやって動くんだなっていうね、はい、ああアメ車って面白い。あ、よかった。いやだけどこの800馬力はすごいね、はいはい、